昔、世界は闇に包まれていた。存在するのは一匹の巨大な竜、スドリカ。そしてそのおもちゃ、人類のみであった。人々は永遠の命を与えられ、自由を奪われた。奴に耐えながら生きる日々。勇者バンダクティが竜に自由への渇望を訴えるも、待っていたのは重い処罰であった。不満を募らせた人々はバンダクティを追おうとし、運命に逆らう決意をする。だがそれが保守派との間に摩擦を生じさせた。どんな苦境に追い込まれようとも、バンダクティは希望を捨てず、運命を変えてみせると誓った。ついに彼の槍が竜の心臓を貫いた。その傷口から現れた火の塊、人々はこう呼んだ。太陽、闇に光が差し、竜は大地となった。人類は自由を手に入れ、永遠の命を失った。千年の時が流れ、太陽は世界に恵みを与えた。活気にあふれ、花が咲き乱れる世界。だがその陰で、未だスドリカの復活を願い、永遠の命を欲する者がいたのだ。